厳しい状況が続いております。あの1匹だけでもうあれからね1時間ぐらい経ったんじゃないかな。当たりっぽいのと当たりはあるんだけど、チヌではないよね。フグですよ。針がなくなったり噛み噛みされちゃったり、当たりがなくとも餌もない、そして針もないみたいな、そういう状況がね続いております。こういう時はちょっと休憩ですかね。いやーマジでね、もうあのね、投げた瞬間に餌がなくなったりとか、あとね稀に残るんだけど、もうねないんですよ餌がね。多分ね今投入してどれかな、3分ぐらいとかでもうなくなるんで、あのもうね多分フグがこうね薪へとねこう付け餌が落ちてくる瞬間をこうやってるんでしょうね。落ちた瞬間はまだあるけど、もうね早い時はもうなんだろう、浮き止めがポンってついた瞬間にもう餌なくなっちゃうんで、なくなっちゃうというか、もうそのままポンと入った瞬間にちょっと沈むんですよ、そのままだからもう待ち構えてますねフグが。まあ、さっきのたまたまね寄ってきたチヌが釣れたっていうぐらいですね。いやー厳しいです、厳しいです。そしてちょっと寒い。ちょい休憩ですかね。どうもこんにちは。あー寒いわ。ちょっと寒いぐらいですね。いやちょっとね、かなり寒い。バリバリでいい。今日仕掛け教えてもらっていいですかね。いや教えられません。今日の仕掛けは臨海スペシャルの00-03 00 川でっていうのはテクニウム、スッとブレーキ、ファイヤーブラッド仕様やな、これ。よく見たらファイヤーブラッド仕様、これメーカーに出してあれしたんだ。そう、メーカーに出さんとレバーが変え、あレバーじゃねえで、ハンドルが変えられないと。ああ特殊やけどな、このミティとは。必殺の P06 ですね。あんまりなんかでもキル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  なりませんよね。そう思ったよりは。これなんかイメージ的なのはこうピーチキュ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 ってなるけど、まあ、少しテンションがかかれば。うん、少しなるけどなんか思ったよりこうキル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 っていう感じはない。泣かないけんな。え？魚はいますね。魚は。フグがちょっと多いなあ。あら、これはヒロキューの。生さない。生さないやな。新しくなったやつか、これ。新しくなって。一式あるんだろ、一式じゃん。一式あるの。すげえ揃っちゃう。一式ね。とりあえず付けよう。とりあえずいろいろ持ってます。とりあえずあるな。こんだけっち、まあ大体店で売るもんでもありますみたいな。やっぱ場所とあれによって食うのと食わんのかな。ああまあ確かに、はい、なんかタッパに入っちゃう。教えられんな。むきみか、むきみのオキアミとあジャンボの汁でつけて、で汁抜いた感じの。そう、汁抜いて加工した。中身には強いけど、なんかジャカジャカに言ってる。なんか投げた瞬間になんかフグがパシャパシャ浮きうんような気がするもんね。水面まで上がってきる。上がってきるよ、うん。フグがボイルしよう。マジですか、ね。浮きの着水を。
お、入った入った入ったままや、入ったままや、浮いてきた。どういうの？上げ早い、チーム引っ張っていいからねえやろ。パポンって何秒やった？今3秒か5秒やった。もうねえよ。もうない。もう餌ない。今のはノーカットでこれ。編集編集カットカットカット。この速度でなくなる。ことでない。とありえないね。あ、この浮きに反応がない。いやいや、多分今負けの音で多分ちょっと。ああ。ルーブはどんどん寄ってくる。なんか怪しいな、なんか怪しいな。おお。あれ？針が何本あっても足りません。まあ難しい状況ですよね。本当にもう。Get out！はい、ということで2匹が釣れましたけど、うん、20センチギリギリあるかなぐらいな感じです。もうでも1匹は1匹ですから、あのね、もう相当手前ですよ、相当手前、びっくりしますよ。ちょっとお見せしましょうか、エイが泳ぎを。とりあえずね、これはもうちょっと即リリースしたいと思います。いい、ラブリンチョウ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。釣られました。ということで、リリースします。ね、この、まあ、川のところですけども。今ね、もう、まあ、ちっちゃいので説明してもしょうがないけど、あのね、そこら辺まで敷石が入ったよね、多分うっすら見えると思います。そっから向こうに向かって、少しゆっくり深くなってるんですよ。で、基本狙ってるのはこの距離ね。これでも10メートルぐらいなんですけど、今はもう、今そこです。そこ。多分水深はそんな深くないと思う。多分1キロ半ぐらいしかないんだよね。もうすぐ満潮なんだけど。というところで、スッスッ、あ、フグかなと思ってスッとこうゆっくり行ったんで、あ、これはと思って合わせたらね、チヌでした。ということで、もう一匹狙っていきたいと思います。来た来た来た。タモ使った方がいいんじゃないですか。ゼロゼロやし、草いっぱいあるし。おお、来た来た。
ロスは逃れました。でも台風が30あるかなぐらいやな。30あるか、あるかなないかなぐらい、28か30かそのぐらいかな。でも散るって感じや。くれくれくれな実機の、まあ、30ありそうやけどな。ねえかな30 27、28とか。よかったよかった。お父さん呼んでください。父ちゃん、そろそろ潮が下ってきました。見えてるかな。もうねずっと向こうが上流、ね、あっちの方が上流でこうね、もうなんだろう今何時かな、何知らないんだけど14時20分です、今日2時が満潮ぐらいやったんで、もうちょうどあれか、もう満潮過ぎて干潮になるという感じで、潮がこう道だからこう川をね、こう潮は登っていくんだけど、もう満潮ね、ピークの一番過ぎてしまうと、もうだんだんだんこう登った潮、川もずっと流れてるから。ずっと押していくんだけど、ある程度まで行ったらもうね満潮過ぎたらこう下っていくのでという感じで、まあ結果的に釣れたのはあのまあね普通サイズが1匹、あとメイタが1匹だけでした。オズさんは何匹か釣ってましたけど、いやフグが多い。もうね相当釣りました。10は釣った。意外にももう針パンパン取られたりとかして、もういいわ。多分塩はもう今ね、もうだんだんちょっとね、ちょっと見えるから。これね、これわかるかな、こう流れてるの。多分ね、カメラだとすげえゆっくりっちゃゆっくりなんだよね。で、どっかあの辺ね、ちょうどあの辺流してるんで、こう、まあ、こう、まあ、釣られなくはないんだけど、っていうかもう、おずさん、片付け。もう片付け準備終了状態で、ということで、もう自分をね片付けたいと思います。もうどうせやってもねあと30分できるかできないかなんで、もうフグにやられました。ということで片付けたいと思います。